ロキファミリアに任じたということか。その通りでございます。現在のダイダロス通りを守るにはキャツラが適任だと勝手ながら判断いたしました。グレイバーは契約を守ります。クノストスは我々の管理下にあるのも同然かと。何を隠しているロイマン。鍵か。言い忘れておりました。クノッソスの鍵を発見した暁にはギルドに引き渡すよう命じております。クノッソスに関する情報共有を徹底させろ。鍵の入手後は檻を見て調査隊を編成する。ダイダロスの遺産を管理するのは個人でも派閥でもなく我々ギルドだ。ははロキファミリアの件に関しては不問とする。下がれ。失礼します。ロイマンも抜け目がないな。人一倍の欲はある。だが有能だ。都市の発展を目指す思いに偽りはない。しかしやはりロキたちはダイダロス通りに居座ったか。フレイヤ様がバベルに陣取っている以上、残された退路でゼノスを待ち構えるのは当然の成り行きでもある。ああ、こうなってしまった以上、ガネーシャも住民の命を最優先に動くだろう。ゼノスたちは都市の地下水路を移動中、目撃情報が増えているが、冒険者の足並みが揃っていないことがせめてもの幸いか。フェルズたちとはぐれているゼノスの所在は。そっちはつかめていない。はぐれている数もね。もしかしたら一部はもう冒険者や太刀の悪い神に捕まっているかもしれない。ま、黒いミノタウロスを見つけて返り討ちにあったっていう冒険者は何人かいるんだけど、回復した今も悪夢でも見たかのように震えっぱなしで、ろくに話が聞けないらしい。ゼノスの行動は限られている。現状において、目的は二つ。一つははぐれた同胞と合流すること。もう一つは、ダンジョンの出入り口にたどり着くこと。後者は最重要事項だ。彼らが生き延びるためには、何としてでもダンジョンに戻らなくてはならない。取れる進路もまた二つ。大穴を要するバベル、そして都市南西、ダイダロス通りに存在するクノッソス。セントラルパークを目指せば、冒険者たちとの戦闘は必至だ。付け加えれば、フレイヤファミリアも、どう動くかわからない。フェルズが選択させないだろう。となるとやはりゼノスたちが目指すべきは地形を利用できるダイダロス通りってことになるが、クノッソスを経由するにはロキファミリアが立ちはだかる。やれやれ、分かってはいたけどこりゃきつい。クノッソスについてはどうなっている？リビラの冒険者の証言で、18階層に攻め入ったモンスターは地上に出現したモンスターと結びついた。多くのファミリアがダンジョン第2の出入り口の存在に気づいている。
ダイダルス通りに冒険者が集まっているか。ああ、今のところロキファミリア以外はクノッソスの入り口にたどり着けてはいないようだけどね。もう調べ上げた。